遅いわね。早くしないと置いていくわよ。あら、何かご用かしら？ありがとう、いただくわ。また私の虜が一人。開けてもいいかしら？まあ、私に似つかわしい素敵なものですこと。ありがたくいただくわ。それじゃあどこに買い物に行きましょうか。それじゃ行きましょう。ちょっと見てきてもいい？ごめんなさい、見たいものがたくさんあって。十分見たから。今日はとても楽しかったわ。また今度誘ってね。それじゃ帰りましょう。あら、今帰りかしら？そうね、帰ってもよくてよ。
っかり。モテすぎるのも困りものよね。ね、何の用かしら。ちょっと待って。あ、珍しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。少し待ったけど、この程度なら許してあげるわ。それじゃあ中に入りましょう。どこに行くのかしら。空いてるわね。さあ乗りましょう。高いところで揺れるのが少し怖かったわ。私に見とれていたからかしら。それならそれも当然ね。今日は楽しかったわ。また誘ってもよろしくてよ。それじゃ失礼するわ。あら、今帰りかしら。そうね、帰ってもよくてよ。そんなこと私には関係ないわ。この美貌さえあれば何も恐れるものはないわ。
珍しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。少し待ったけど、この程度なら許してあげるわ。それにしても寒いわね。それじゃあそろそろ中に入るわよ。なかなか綺麗じゃない。たまにはいいこと言うわね。褒めてあげるわ。今日は楽しかったわ。また誘ってもよろしくてよ。それじゃ失礼するわ。レイ様のお友達でいらっしゃいますか。結構です。どうぞお入りください。皆さん、我が伊集院家が誇るクリスマスパーティーにようこそ。日頃の現実を忘れて今日は大いに楽しんでいってください。何か言ったかね。君にお前呼ばわりされる筋合いはないがね。ま、今日は特別だ。許してやろうじゃないか。それにしてもよくその格好でここに入れたものだ。外に来年はもっと厳しくするように言わなければな。せっかく来たんだ。庶民には味わえない超豪華高級料理でも食べていってくれたまえ。では失礼するよ。あ、あなたも招待されてたのね。友達がいるからそろそろ行くね。あなたもいらしてたのね。私、伊集院君に用があるから。それじゃ。何ボーっと突っ立ってんだよ。何？そうだよ。それが？へえ、私のこと知ってるんだ。ありがとう。嬉しいよ。
清川のぞみ。あ、知ってるなら言うことなかったね。それじゃあまりぼーっとすんなよ。危ないからな。ちょっと待って。あ、珍しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。お待たせ。結構空いてるのね。そうね、いいわよ。その願い叶えて死んでよう。何をお願いしたのかしら。私にふさわしい男性が現れるようにね。実はもうそんなことどうでもいいじゃないの。そうね。やっぱり大吉だわ。
神様も私の美しさに贔屓をしてしまうのね。こんなもの見れるなんて今年はついてるわね。今年は特定の人と付き合おうかしら。いるにはいるけどちょっと鈍感なのよ。本当に鈍感ね。それじゃあ帰りましょう。別に待ってないわ。さあ、行きましょう。それじゃあ、滑りましょう。スキーぐらいできるわよね。それじゃあ上級者コースに行くわよ。あまり楽しくなかったわね。この次は気をつけてくださる？それじゃあさよなら。なんだ。当たり前のこと聞くなよ。ところでどうしたんだ今日は。
待ってね。あの、ゼロ、静かにしなさい。いつもはこうじゃないのよ。ところで、ご用は何？知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。別に待ってないわ。さあ、行きましょう。さあ、今日はどこに案内してくれるのかしら。よろしくてよ。では、行きましょう。結構買ったわね。当然ね。さあ、行きましょう。今日は楽しかったわ。また誘っていただけるかしら。それじゃあ、さよなら。偶然ね。一緒に帰ってもよろしくてよ。私の誘いを断る人はいないと思うけど、さあ行きましょう。別に待ってないわ。さあ、行きましょう。仕方ないから散歩でもしてあげるわ。そうね。ちょっと疲れたわね。
汚いベンチですわね。ハンカチでも敷いてくださる？今日は楽しかったわ。また誘っていただけるかしら。それじゃあさよなら。偶然ね。一緒に帰ってもよろしくてよ。私の誘いを断る人はいないと思うけど、さあ行きましょう。それじゃあここでお別れしましょう。それじゃあ失礼。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。ごめんね。さよなら。バレンタインだね。君にはかなわないが、僕も少々もらったよ。ほら見たまえ、まだあの程度さ。そんなことはないだろうが、帰りにカバンが開いていたら言ってくれたまえ。僕のほんの少しだけ分けてあげるよ。それじゃあまた。チョコレートよ。勘違いしないでね。義理よ、義理。柄じゃないけど、はい、チョコレート。
別に待ってないわ。さあ行きましょう。それじゃあ中に入りましょう。あら、あの魚、あなたそっくりじゃない？そっくりよね。今日は楽しかったわ。また誘っていただけるかしら。それじゃあさよなら。一緒に帰ってもよろしくてよ。私の誘いを断る人はいないと思うけど、さあ行きましょう。そんなこと私には関係ないわ。この美貌さえあれば何も恐れるものはないわ。大丈夫ですか？あの、お怪我はございませんか？申し訳ございません。でも、平気そうですね。古式ゆかりと申します。あなたの名前は？それでは、私はそろそろクラブに戻りますので、失礼いたします。あ、今帰り。一緒に帰って、友達に噂とかされると恥ずかしいし。ごめんね。さよなら。
お互いホワイトデーは大変だね。僕も朝から家のものを使ってお返ししているが、とても今日中に配りきれそうにないよ。まさか君はお返しをしないわけじゃないだろうね。ほう、君にも返す相手がいたとは意外だったよ。まあ頑張りたまえ。あら、私に何かご用でも？あなたが私に？そう、ありがとう。今度デートしてあげてもいいわよ。それじゃ失礼するわ。帰りか。そうだね、いいよ。そういえばもうすぐ春休みだね。何か予定は？私も特にないな。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。ごめんね、さよなら。
しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。こんにちは。さて、私は誰でしょう。ブー、制限時間終了です。私は。おい、ユミ、何やってたんだ。あ、お兄ちゃん。なんだ、一緒にいたのか。そうだよ。あれ、お前に話してなかったっけ。今年からうちの高校に通うことになってたんだ。早乙女由美です。これからよろしくね、先輩。ほら帰るぞ、由美。ブー、わかったわよ。それじゃあね、先輩、バイバイ。ごめんなさい、待たせてしまったかしら。それじゃあ中に入りましょう。何を見ているのかしら。今日は楽しかったわ。また誘っていただけるかしら。それじゃあ、さよなら。偶然ね。一緒に帰ってもよろしくてよ。私の誘いを断る人はいないと思うけど、さあ行きましょう。お帰りですか。そうですね、よろしいですよ。一緒に帰りましょう。
一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし、ごめんね。さよなら。ごめんなさい。弟が熱を出して倒れたから看病しないと。ありがとう。本当にごめんね。それじゃ。
別に待ってないわ。さあ行きましょう。さあ今日はどこに案内してくれるのかしら。よろしくてよ。では行きましょう。あら、この服なかなかいいわね。どの色が私に似合うかしら。それじゃ試着してくるから待ってて。とりあえずまあまあね。実際に見てどう思う？そうね、もう少し勉強した方がいいわね。今日は割と楽しかったわ。また誘っていただけるかしら。それじゃあ、さよなら。珍しく空いてるわね。いいわよ。知ってると思うけど、私待たされるの好きじゃないから。帰りか。そうだね、いいよ。そういえばもうすぐ体育祭だね。腕が鳴るぜ。目標最優秀個人賞だ。友達に噂とかされると恥ずかしいし。ごめんね。さよなら。ごめんなさい、待たせてしまったかしら。それじゃあ中に入りましょう。
あの猿ずっとこっちを見ているわ。私の美しさがわかるのかしら。私の美しさは種族を超えるのね。今日は楽しかったわ。また誘っていただけるかしら。それじゃあ、さよなら。